福島康政大正8年2月19日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将、男爵、萩野末吉に続く情報将校。加英5年、品の国松本城下に松本藩士、福島康弘の長男として生まれる。慶応3年、江戸に出て幕府の公部署で様式兵学を学び、母親戦争に松本藩兵として参戦。 明治2年、藩主、戸田光則の状況に従い、改正学校へ進み外国語などを学ぶ。明治6年4月、明治政府に主管し、司法省から文官として明治7年9月に陸軍省へ移る。明治9年7月から10月までアメリカ合衆国に出張。フィラデルフィア万国博覧会へ、最後を継ぐ道に随行。明治十年の西南戦争では、福岡で、 政党総督府の初期官を務めた。明治11年5月、陸軍主管東洋試験に合格し、陸軍中尉となる。同年12月、参謀本部長伝令士に就任。明治12年3月、陸軍共同団不評大体付となり、同年12月、参謀本部官西局員に移動。中国、朝鮮などを実地調査し、明治十六年二月、 陸軍大員に昇進。同年6月、新国公使官付となる。明治17年11月、参謀本部官西局院検伝令士に就任。明治18年2月から4月まで、天津条約の交渉に随員として賠席する。陸軍大学校で、ドイツから来日したメッケルに学ぶ。明治19年には、インド、ビルマ方面を視察の上、 翌1887年に陸軍少佐に昇進。ドイツのベルリン公使館に駐在、公使のサイオン寺金持ちと共に情報分析を行い、ロシアのシュベリア鉄道不設の情報などを報告する。明治25年、帰国に際し、冒険旅行という口実でシベリア単企業を行い、ポーランドからロシアのペテルブルク、エカテリンブルクから、外、モーコ、 イルクーツクから東シベリアまでの約1万8000キロを1年に4ヶ月をかけて馬で横断し実地調査を行う。この旅行が一般にシベリア短期横断と呼ばれるものである。その後もバルカン半島やインドなど各地の実地調査を行い、現地情報参謀次長の川上総六らに報告する。明治26年2月陸軍中佐に進級。 明治27年6月、形状公使官付となる。同年8月、第一軍参謀として、日清戦争に出生。明治28年3月、陸軍大佐に昇進。同年9月、参謀本部編参加長となり、欧州、アジア旅行、参謀本部第三部長、同、第二部長を歴任。明治33年4月、 陸軍少将に新旧市政部都督部参謀長を兼務。同年6月、疑話団事件鎮圧のため、臨時派遣隊司令官として、新国に派遣された。同年9月から翌年6月まで、北進連合軍総司令官幕僚として、作戦会議で司会を務め、A、独、仏、ロ・北京官号を駆使して、朝廷役となる。 明治35年5月から11月までイギリスに出張。明治37年2月、大本営参謀に就任し、同年6月からの日露戦争では、満州軍総司令部参謀として、それまでの経験を活かして長報部において、手腕を振るう。特に、満州馬族を率いて戦った、両政特別任務班、満州義軍の葬式を行ったことは、一般にあまり知られていない。 明治三十九年四月、参謀本部次長に就任し、同年七月、陸軍中将に進級。明治四十年九月、軍校により、男爵を助爵主家族となる。明治四十一年十二月、参謀次長に発令され、同四十五年四月に、関東都督に就任。大正三年九月十五日、陸軍大将に進級と同時に、交尾役となり、同年十一月、 帝国在京軍人会副会長に就任。最晩年には、合憲主義を掲げ全国騎馬旅行などをして過ごす。大正8年、東京思考外の高田村の自宅で死去。67歳。墓所は、東京都港区の青山霊園。ありがとうございます。